はい、毎日コリスです。青春秘密基地さんコラボ、第2弾。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、で、こんな感じでね、まあ、パート1の方見てない方、概要欄にリンク貼っておくので、ぜひ見てください。こちらですね、青春秘密基地さんの笛ラムネおまけのコレクションなんですけども、宝の山で。数だけあるっていうだけで、まあ、本当にもう、ね、毎日コリスさんのね、いやいやいや、レアものに比べれば本当にごく一部じゃないとは思うんですけど、いやいやこれも今ちょっとたまたま発見したんですけど、拳銃のおまけとか、あ、これもすごい、あ、レアな、はい、でちょっとこういう感じで、あの、私が目星をつけて厳選したレアものがここにあるんですけど、はい、今からですね、ちょっとこのおまけをですね、私の笛ラムネのおまけで、はいはい、ちょっとトレードをしたいなと思っています、はいはいはい、で、こんな感じで、あの、適当にまとめてきたんですけど、いいですか、見せてもらって、あ、大丈夫です、これが一応トレードに出せそうかなと思って、ああ、はいはいはい、可愛いものいろいろありますね、はい、こちらを寄せて、はい、見せてもらいましょうか、ね、はい、混ざっちゃうとね、もう収集つかないんで、これはちょっと混ざっちゃうと、間違いなく終わりのジャンルです、揉めちゃうんで、揉めれるジャンルですよね、はい、あ、こんなドラゴンなんて俺初めて見ましたね、これドラゴン結構珍しいね、はい、なかなか出回んないですこれ、あ、この成型色が渋いのも集めてるんですね、はい、これが成型色、あの、これはですね、うん、今でも当たる笛ラムネのおまけなんですけど、この中に入ってるのは、うん、もう2008年とか2006年、うん、それぐらい前の昔の成型色のタイプのやつですね、うん、でトレード対象はどれが一番目星いんでしたっけ、これですかね、あ、これが一番トレードしてもらったらありがたいよという商品なんですね、わかりました。これが成型色をダブってる、はい。こっちは要相談系ってことですね。あ、でも確かにあんま見たことない色多いですね。台座怪獣も、はい。これも昔の色ですね。ああ、俺多分持ってないような色ばっかですわ。はい。わ、あ、こんなのも知らないですわ。これもかなり前の。ね、で、レアソース先ほど、はい、セシミツキさんが持っていた、あ、ちょっとこのシリーズと、あーはーはーはー、似てますね。ほとんど、はい、時期が一緒なんですよね。あ、面白いな、あ、はい、まあ自分そこまで、あの、要相談は要相談にしときましょう、ここは別にそこまであの攻めないんで、自分は大丈夫です、全然大丈夫です、はい、できれば毎日コーリさんの負担の少ない中から選ばせてもらえたらなと思っております、負担の少ないおまけです、いやいや全然この辺で、はい、もしね、言っていただければ、そうですね、なんでちょっと何点か、はい、今から交換していきたいな、はいはい、ぜひまずなんか好きなもの言っていただければとは思うんですけど、いいですか、はい、ちょっと遠慮なく、なく言ってください、本当に選ばせていただきます、はい、いやもう全部ね、あのよだれが出るほど貴重なおまけなんですけど、なかなか本当集められてる方自体が少ないですから交換するって機会もなかなか難しいと思うんですよね、はい、実際確かに確かに、うん、なかなかないっすよね、うん、まずはこちら、あ、はいはい、全然いいですよ、あ、ヒットタイプ、もうバンバン出しちゃってもらってもいいですよ、あ、いいですね、バンバン出しちゃってもらっていいですか、バンバンじゃ、もうバンバン、僕も本当に気にしないでください、はい、わざわざ本当にね、はい、遠方から来ていただいてるので、とんでもないです、はい、はい、ああ、はい、ちょっとだしやっぱね、こういうおまけ自体も、ね、やっぱおまけの価値が分かる方に持っててもらう方が本来よろしいんじゃないかなというところもありますんで、いす、はい、あ、これが意外とレアなの、これなんか、あ、ちょっとなんか色が変わっちゃってるね、珍しいやつで、うん、指のところが他の成型色がちょっと混じっちゃってる、うん、エラー品みたいな感じなんですけ ど、価値があるとかっていうよりはマニアの心をくすぐると、そうです、ね、このなんか色が入ってる、あ、なるほどね、あ、そういうね、はいはいはい、いいなーなんて、いや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 、とりあえずここで、いやもういいですよ、これ全部いいですよ、あ、ですか、全然大丈夫、全然トレード出しますよ、はい、はい、自分これこのドラゴンはちょっと一個持っててもいいかなと思うんですけど、はい、初めて見たっていうのと、はい、へえ、かなりこれ珍しいですね、え、はい、かわいいですよね、フェランネの負けで、はあ、はい、じゃあこれと、はい、じゃあこれをトレードしましょう、はい、あ、いいですよ。言っていいってんじゃなくていいんですか。でもいいですもん。もう好きな方に持っててもらった方が、じゃあ、ちなみになんですけど、はい。あの、いろいろお土産、ちゃんとね、もらってるんですよ。僕も一応ね。いろいろ、ちょっと見てもいいですか、あ、全然大丈夫です。いろいろこう、気を使っていただいて、はい、なんかこう、お土産をちゃんとね、自分好みのようなものも、これまた自分のチャンネルの方でもレビューさせてもらうんですけども、はい、いろいろ、月さんの概要欄に貼っておくので、いろいろもらっていただいちゃってるので、まあ、むしろこれもおまけ程度に本当に、
じゃあただって言うとなんかね、あの気が引けると思うんで、これも持ってってください、どうぞ。これ一つでじゃあちょっと交換しましょう。はい、ありがとうございます。でも全然持ってってもらって本当に、いやもう最高です。今日俺話を聞いて、はい、まあ、いつか本を出したいと、ね、はい、おっしゃられてたんじゃないですか。はい、少しでも何かその本にね、はい、載ってるようなものがもし俺の中にあればね、はい、ぜひあの本にも載せていただいて、はい、まあ、どっかちっちゃくね、青春秘密に ご協力みたいな入れてもらえればもうどんどん持ってっちゃってください。はい、はいはい、こんな感じで、いただきました。はい、どうぞどうぞ。いや本当にもう最高ですもん。ということで、はい、今回はですね、青春秘密基地さんと、まあ、僕がちょっと一方的にもらった形になっちゃったんですけども、こちらこそもういろいろね、もらい物同士ということで、あ、そうですね、はい、じゃあもう、はい、もうお互いにお互い様ということで、ウィンウィンということで、はい、はい、たくさんレアのおまけをもらいました。これもね、また後々詳しくあの詳細動画上げますんで、はい、そちらの方もぜひご覧いただけたらなと思います。青春秘密基地さんの YouTube チャンネルも概要欄に貼ってありますので、ありがとうございます。ぜひぜひ皆様、はい、本当にすごい方で、ものすごいレトロ玩具に囲まれた素晴らしい部屋にお住まいの方ですので、はいはい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでこんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。